ピョートル・スブヤトポルクミルスキーピョートル・ドミトリエビッチ、スブヤトポルクミルスキー公爵から1914年5月16日は、帝政ロシアの軍人、警察官僚、政治家。1904年から1905年にかけて、ニコライ・ニセイの時代に、ロシア帝国内務大臣を務めた。父は、ドミトリー・イワノビッチ、スブヤトポルクミルスキー将軍。息子は、文学士屋の D.S. ミルスキー。 カフカスのウラジカフカスに生まれる。聖火のスブヤトポルクミルスキー公爵家は、ベラルーシに起源を持つ名門である。1874年ロシアの軍人、管理養成機関である、ページコープスを主席で卒業した。1875年皇后付きこの駅駅兵隊に、隊員として配属された。1877年から1878年に、ロト戦争に従軍し、 カルスの戦いで主君を立てた。1881年参謀大学を卒業する。1884年ロシア陸軍第31、不評師団参謀。1887年第3、敵団兵師団参謀。1895年ペンザ県知事。1897年エカチェリノスラフ県知事を務める。1900年ドミトリーシ・ペアギン内相は、 スブヤトポルクミルスキーを内務時間権限定大司令官に任命した。1902年シッピアーギンが暗殺されると時間を辞すが、現在のリトアニア、ベラルーシを管轄する北西管区総督の地位を遺留された。総督として、スブヤトポルクミルスキーは、ポグロムに代表される少数民族の抑圧策を転換し、自由主義的な改革を実施し、恩恵派として信用を得た。 1904年7月内省、プレーベが暗殺されると、公認の内省に任命される。この事態は、自由主義者、恩恵派の保守主義者に対する勝利とみなされ、また、宮廷においては、皇太后、マリアフヨドロ泥ナの一派の勝利であるとみなされた。ニコライ2世の皇后、アレクサンドラが、夫ミカド同様、鉄塔鉄尾先生政治を施行していたのに対して、 マリア・フヨードロブナは自由主義改革を支持していた。またスブヤトポルクミルスキーの姉妹オリガは交代号に仕えていた。保守主義者の中でもセルゲイ・ビッテとシッピアーギンはスブヤトポルクミルスキーの高い知性と倫理、良識に対して敬意を払っていた。スブヤトポルクミルスキーが起としたロシア帝国の自由主義的改革は当然注目に値するものと評価された。 改革は地方自治機関であるゼムストボの権限強化から着手された。ゼムストボには方針の決定や計画の調整に関する権限が付与された。さらに改革は国家評議会布告として具体化された。この中にはロシア社会民主労働党の合法化、出版、信教の自由、地方自治権の拡充、広島ア系少数民族に対する抑圧の緩和、 およびこれらを規定していた特別立法の撤廃を含む広範なものであった。さらに、スブヤとポルクミルスキーは一歩踏み込んで議会の解説を許可したのみならず、国会解説に至る具体的な計画策定にも参加して憲法制定を計画するとともに、ニコライ2世の直去を得ることにも成功した。スブヤとポルクミルスキーは国家評議会に 広範な権限を付与することを計画した。しかし、1九百四年十二月、スブヤとポルクミルスキー案はあまりにも、急進的すぎるとの理由で、却下されてしまう。結局、1九百五年の混乱を収集すべく、発布された十月章書は、スブヤとポルクミルスキー案より、急進的な内容を盛り込まざるを得なくなったのは、皮肉であった。1九百五年一月二十二日、 首都サンクトペテルブルクで労働者によるデモに対し、政府当局が発砲、多数の死傷者を出した。いわゆる地の日曜日事件である。スブヤトポルクミルスキーは、デモに対して発砲を許可してはいなかったが、反対派の改革がデモを助長したとする主張もあり、内省として事件の責任を取り、1905年2月辞職した。閣僚経験者として、 国家評議会に加わるはずであったが、それも叶わず失脚した。ありがとうございます。